ギムリーグライダー、ギムリーグライダーは、民海航空市場に残る有名な事故を起こした、旅客機の通称である。ギムリーグライダーの名は、飛行中に燃料切れを起こし、ギムリー空港へ、滑空状態、グライダーで着陸した、航空事故に由来する。事故機は、事故後も20年以上にわたって運用され続けた。1983年7月23日。 エアカナダ143便、ボーイング767から200は、ケベック州モントリオールから、アルバータ州エドモントンへの飛行中に高度4万1000フィート、約1万2000メートルで燃料切れを、きこた。エンジン停止後は、パイロットの操縦により滑空し、マニトバ州ギムリーにあった、元カナダ空軍ギムリー基地の滑走路、現、ギンリー、インダストリアルパークエアポートへ着陸した。 燃料量を監視する機器の故障や、ヤードポンドフォートメートル法の混用による、ヒューマンエラーが、事故の主因とされた。死者はなし。ボーイング767は、通常、燃料搭載量情報システムを使って給油する。このシステムは、燃料ポンプの操作と、燃料搭載量の状況をパイロットに提示するが、事故当時の143便の不機数は、動作に異常をきたしていた。後に、 燃料タイ内の静電容量ゲージの判断付け、不良によるものと判明。この代替として、タンク内の燃料量は、燃料計測法による直接測定を行わざるを得なかった。事故の直接の原因となる過失は、モントリオールからエドモントンへのフライトに必要な給油量の計算時に起こった。ちょうど当時のエアカナダでは、ヤードポンド法から、 メートル法への移行とル法化の最中であったこと、そして自己機は同社でシステムにメートル法を用いる最初の機体であったことがこの背景にある。必要な燃料量を2 2 3 0 0ラムと算出するまでは正しかったが、モントリオールでの燃料残量 7,682L を重量に換算する際に、リットルとキログラムによる比重0.803ではなく、 係員が誤って扱い慣れたリットルとポンドによる比重1.77を使用してしまった。その結果、給油量はとされたが、本来はが必要とされていた。フキス数が故障していたため、給油後に自己機の後方装置には燃料搭載量として22,300が手動入力された。装置のファームウェアは前述のようにメートル法に基づく処理を行っていたため、 燃料搭載量は22、3 0 0ラムと解釈されて、目的地まで十分に足り量との出力を返した。しかし、実際には10、1 1 6キログラムしか燃料を搭載しておらず、モントリオールからエドモントンへのフライトには到底足りなかった。2名のパイロットと給油要員は装置の演算結果に疑問を抱き、3回ほど再計算を行ってはいた。しかし、 同じ計算結果であったので、ピアソン基調は、応急的にモントリオールからの出発を指示し、それほど離れていない、経由地であるオタワで燃料の再計測を行う、こととした。しかし、燃料計測棒を用いた、再測定でも誤った、換算係数を用いて、燃料残量を20、400kg と見積もってしまい、燃料の致命的不足に気づくことなくオタワを立つこととなった。 オンタリオ州、レッドレイク上空を飛行中、操縦室の警報装置が4回警告音を発し、左側エンジンの燃料圧力に問題があることを示した。機長は燃料ポンプの故障と考え、これをオフにした。燃料タンクはエンジンよりも高いところにあるため、ポンプを使わないでも燃料供給は可能であった。コンピュータは依然として燃料は十分と表示していたが、 もちろんこれは誤った入力に基づいた出力であった。まもなく2回目の燃料圧力警告が鳴ったため、機長はウィニペグへ目的違い着陸、ダイバーとすることを決断した。その数秒後に左側エンジンが停止し、右側エンジンのみでの着陸を準備することとなった。パイロットはエンジンの再スタートを試み、ウィニペグの管制官と緊急着陸について、 連絡を取っていたが、その最中に警報装置が、ボーンという今まで誰も聞いたことのない長い警告音を発し、これは全エンジンの停止を示しており、このような事態は訓練では想定されていなかった。警報から数秒後、右エンジンも停止した。143便はすべての動力を失い、操縦室は一瞬の静寂に包まれた。また、 トランスポンダも停止したため、二次レーダーでの補足が不可能になった。そのため、ウィニペグの管制官は、当時使われなくなった一次レーダーを引っ張り出してきて、143便の機影を追跡し続けるとともに、ウィニペグ及びギムリーまでの距離を逐一測定して、パイロットたちに伝え続けた。燃料が尽きた時点での高度は、約2万8000フィートで、かなり高化していた。 ジェットエンジンは航空機に必要となる電力供給のための発電機を備えている。本機の操縦席は完全なグラスコックピットではなく、従来のアナログ系機類を併用していたが、それでも多くの軽機類は作動に電力を用しており、エンジン停止とともに、それらも一斉に停止した。ただし、電力を使用せずに作動する軽器の一つである、高加率系によってパイロットはどれくらい速度で、 高化しているかを知ることができ、そこから滑空距離を求めることができた。また、大気速度計、高度計、方位磁石も電力なしで作動する機器であり、航空機を着陸させるために必要最低限の情報を得ることができた。なお、エンジンは機体各部の稼働部を制御する油圧システムの動力源にもなっており、油圧がない状態ではボーイング767ほどの 大きさの航空機を操縦することは難しい。しかしながら、航空機の設計では、こうした事態も考慮し、そのような場合は、非常用風力発電機ラムやタービンが、自動的に、機体側面に展開する。航空機の速度は、発電機の風車を回すには十分であり、機体制御のための十分な油圧を得ることができた。パイロットは緊急マニュアルを開き、 両エンジン停止状態で飛行させる項目を探したが、そのような項目は存在しないことを知り得ただけであった。ピアソン機長は、最良の効率が得られる220キロトンで機体を、滑空させた。副機長のモーリス・クインタルは、本機が、ウィニペグまで到達できるかどうか機械式の予備高度計の高度をもとに試算に行ったが、10回り進む、間に5千フィート降下しており、 効果率は約12,1だった。また、空港のレーダー画面に映るエコをもとに、ウィニペグの管制官が算出した値も同様であり、これは143便がウィニペグにたどり着ける可能性はないことを示していた。こうした経緯より、クインタルは以前に勤務していたカナダ空軍のギムリー基地を着陸地点にしようと考えた。なお当時のクインタルは知らなかったのだが、 彼の除隊後に、ギムリー基地は、民間空港、ディンリー、インダストリアルパークエアポートになっており、閉鎖された平行滑走路の一本は時折、開催される自動車競争に使用されていた。ちょうど事故当日にも、この地区の自動車やキャンパーたちが、家族の日のために集まり、レースが行われていた。パイロットは、ギムリー空軍基地に接近する間に、降着装置のロックを解除し、 硬着装置が自重で落下することによる展開を試みた。前述のように、陶器は必要最低限の動力がかろうじて供給されている体であり、硬着装置を展開させるための油圧装置を十分に作動させることができなかったためである。ロック解除の結果、重量のある種硬着装置は自重で展開されたものの、全部硬着装置は硬化によって発生する。 空気抵抗に押し戻される形となり、十分に展開されなかった。B767 の前足は後方に向かって振り出す形となっており、問題が発生した場合でも風圧により、後方に押されて自動的に展開する設計であったが、本機は想定外の角度で降下していたために、通常とは異なる方向、速度で空気抵抗がかかり、全部膠着装置が 設計時の想定通りには展開しなかった。膠着装置の展開による速度低下はラムエアタービンの発電効率を悪化させ、姿勢制御はさらに困難になった。機体がギムリー空軍基地へ接近するに従い、明らかに高度が高いことが判明した。ピアソン基調は空気抵抗を増し、高度を下げるためにフォワードスリップ軌道をした。フォワードスリップは一種の蛇行飛行で、 グライダーや軽飛行機が同じ状況に陥った時によく使われる操縦方法であるが、実はピアソンはグライダーでの滑空を趣味としており、その経験がうまく活かされた。スリップによって乗客は横向きに地面へ向かって落下するような感覚にとらわれた。143便はゴルフコースの上を通り越したが、ある乗客はゴルファーが どのクラブを使っているか見えるくらいだったと興奮した様子で取材に答えている。ギムリー空軍基地の滑走路に車輪がつくと同時に全重量を乗せてブレーキがかけられた。フルブレーキの影響から膠着装置のいくつかのタイヤが破裂した。前述のように143便は全部膠着装置が固定されていなかったので機種を設置する格好となったが胴体着陸となったことや、 ドラッグレースのために滑走路中央部に設置されていたガードレールを巻き込んだことで抵抗が増したことも幸いし、滑走道端で行われていた家族の日の会場から数百フィートの位置で停止した。61人の乗客は着陸の際に負傷することはなかった。しかし、この時小規模の火災が機体全部で発生し、 およそ2ヶ月前に発生した797便火災事故の恐怖から乗客は脱出の際パニック状態に陥った。加えて前傾姿勢で胴体着陸したためビブが高くなっており通常より急角度で展開した後部扉の脱出用シュートでの脱出の際に軽い怪我を負った乗客がを、10人の怪我人が出た。パイロットも 脱出時のチェックリストを完了させた後に143便を降り、機体全部の火災の消火活動を開始。消火器を携えて駆けつけたレーサーとコースマーシャルらも合流しつに消し止められた。脱出の際に負傷した乗客は、スカイダイバーの飛行クラブとして使用されていたギムリー空軍基地からちょうど離陸するところだった医師によって適切に診察された。偶然にも、 ウィニペグからギムリー空軍基地に自動車で向かった整備士もガス欠で到達できなかった。着陸時に機体の受けたダメージが軽度だったため、ギムリー空軍基地に赴いたエアカナダの整備士たちの手によりわずか2日で復帰を果たした。2008年1月24日、モントリオールからアメリカのアリゾナ州通村まで AC7067 便としてフェリーされ引退した。 この際、基調をはじめ当時の乗員8名が登場した。その後は飛行機の墓場として有名なモハーベ空港に部品取りようとして保管されている。2001年にもカナダの航空会社エアトランサット236便が燃料切れによってアゾレス諸島に緊急着陸するという同種の事故が発生している。2000年には ハパグロイド航空3378便が燃料切れで滑空し、ウィーン国際空港の滑走路手前500メートルに不時着する事故が2008年にはブリティッシュエアウェイズ38便のボーイング777のエンジンが2機とも停止して滑空状態となり、ロンドンヒースロー空港の滑走路手前に着陸するという事故があった。 1988年に発生した土佐航空110便富士着事故と2009年に発生した US Airways 1549便富士、着水事故では両エンジン停止という状態でギムリーグライダーと同じくフォワードスリップにルる士に着水が行われた。楽しくご覧になりましたら高読と良いです。クリックしてください。